の新衣装見ましたか？あ、見ましたよ、スイちゃんの新衣装。いや、ミクさ、前にさ、見せてもらってたことがあって、見て、かわいいでしょみたいな感じね、あの、見せてもらったからね。そう、かわいいよね。いや、頭いいなって思ったのがさ、その、コートとかさ、エプロン外したりとかしてさ、あの、メイド衣装なんだけど、エプロン外した私服っぽくもなるし、コートをね、あの、着た時も私服っぽくなるみたいな、一つの衣装でなんか、何回も味変できるみたいなさ、ああいうのうまいよなーと思ってね、スイちゃんの新衣装はいつも思うわけよな。ねえ、ソウルキャリバーで、あ、そうね、ソウルキャリバーの、なんかやつね、メイドで来れるじゃん。作ってきそうだな、みんなが。そう、なんかね、サイコアックスありましたね。斧持ってましたね。なんか、随分とおしゃれな。随分となんか、おしゃれ込んでる。長い、なんか魔法の、なんか魔法の杖みたいな感じの斧がありましたね。あれめっちゃおしゃれやな。確かに、オーバーロードっぽい。確かに。アニメめっちゃミクも見てた。あそこにね、出てくるね、メイドさんも、あんな感じの、クラシックな感じで、戦えるメイドだし、いいね。確かに、オーバーロードっぽいわ。確かに、確かに。戦闘メイドはいいよな、昔から。戦闘メイドってのは、黒羊とかもな。黒羊か。スイちゃん結構そういう風にしてる衣装いっぱいあるか。いい感じの、なんか、かっこいいすぎず、かわいすぎずな感じで、いいよね。ゆめこさん、あの、すんちゃんの新商品のさ、あの、告知の画像がね、降りてくるやつでめっちゃ好きなんだよね。なんかさ、あの、2D の新商ってさ、こう配信でさ、上からこう降ってくるじゃん、上から。いや、あれいいなと思うね。あれもやってみたいなと思うんだけど。僕はね、あの 3D 勢だからね。そういうお披露目ができず。まあ、できるっちゃできるけど。まあねーって感じね。で、JP 組はさ、だいたいあの、上から下がってくるね。EN とかさ、ID のメンバーとかさ、なんかさ、ちょっとなんか一工夫、しとる、なんか、え、どうやってんのそれみたいな、お披露目の仕方したいとかね、あるよね。雨のね、お披露目とかめっちゃ面白かったな。ねえ。新衣装の予定あるの？ないよ。ないよ。一生ない。もうね、あの、去年言ってたやつね。ないよ。ねえ。この前も言ってたやつ。桜風に踊るその君と出会った